顔なしからもらったものだと。こんなもの、わらわはいらぬわ。はあ、つまらぬ。もういい。わらわは行く。そやつが嫌になったらいつでもおいで。手垢付きでもお前ならそれ以上に手間をかけて汚し可愛がってやろう。せっかくあげたのに突き返すなんて、ひどい女王様だな。まあそれもそっか。俺はそんなのは気にしないけど。君も気にしないだろ。甘い。君は人気者だから心配だぜ。甘いお楽しみは俺とだけにしておいてくれよ。誰かに愛されることが不安なのか、不安というより不満かな。君は愛情というものが分かっていないようだ。もちろん私だって分からないよ。愛情なんてそれがなんだかよく分からない。必要のないものだしね。ここで必要なのはゲームにルール、役割だけな。
完成された愛情か。つまり終わっているってことだね。わかるよ。完結するのはそれが完全に終了した時だけだ。それが何であれね。そんなにまで美しかったんだね。つまりそれほどまでに完結されていたんだ。ああ、彼か。きっと
君のお父さんは後悔をしていたんだな。そうだよ、人は時間を止めることで完璧になる。そうだ、あとは美化されていくばかりで汚れることもない。お父さんの愛情は思い出の中に住んでいる。だから美しいんだ。欠点など見えなくなっていく。死人は美しい。そして償いを許してはくれない。懺悔は受け入れもされず、聞き入れてももらえない。聖者は醜い。自分を責めて後悔だけが大きくなるんだ。君と同じさ。それはいいことだ。いくら謝りたくても死人は何も返事を返せない。それを知るのはいいことだよ。最近よく連れ込んでくれるよね。よく呼んでくれるじゃないか。同じ意味だよ。同じだろう。連れ込まれていかがわしいことされちゃうんだから。あ、そうだったそうだった。しているのは俺か。君はされちゃってる方だよな。なあ、君、ここにペーターさんとか呼んでないよね。
本当に？なんだか表情が硬いみたいだけど。そうだよな。君って純真だから、俺とあんなことまでしたところに他の男なんて連れ込まないよな。よかった。これからも連れ込むのは俺だけにしてくれよ。俺が出かけようとしているってよくわかったね。愛の力かな。おっしゃる通り、時計塔に行こうと思ってたんだ。君も？ユリウスに会いたいのか。ああ、あいつはいいやつだぜ。他の男に会いたいなんて言われるのは面白くないけど、ユリウスなら許せる。そんなことはないよ。危険なやつなら断固として阻止するぜ。俺は君を独り占めしたいんだ。
いいよ。それじゃ一緒に行こうか。また二人揃ってきたのか。またっていうほど頻繁には来てないと思うけど、ほんの数回目だろ。数回でもその度に仕事の邪魔をされていれば印象も変わる。なんだって一緒に来るんだ。せめてバラバラに来ればいいものを。邪魔が一度に二倍なんだぞ。全く仕事にならない。エースはついこの間来たばかりだろう。なぜそう頻繁に来る必要があるんだ。来たくなったからだよ。顔を見たくなったんだ。友達の顔を見るのに理由なんていらないだろ。はあ、何が顔を見たくなっただ。首相なつもりか。気色の悪い。そんなことを言って予定外に来るくらいなら、私が呼びつけた時に指定通りの時間帯に来てみせろ。いつもいつも道に迷って大幅に遅れて。努力はしているんだぜ。けどなかなか報われないんだ。ああ、そうだ。ここへは呼ばれてくることの方が多い。仕事の上での義務だからな。必要があれば呼ぶ。こいつに仕事の手伝いを頼んでいる。呼ぶのはそのためだ。そうそう、せっかく会いに来た親友を邪険にするものじゃないぜ。
なんだそれは。甘いものはあまり好まないが。